間違いなく5000アージュ以上あるな。巨大な浮島ってところかよ。いや、基本は人工物みたいだな。島っていうよりは浮遊都市って言うべきかもしれん。浮遊都市？こうしちゃいられねえ。もしも結社の連中があれを蘇らせたってんなら、どでかいお宝がわんさと眠っているに違いねえ。勘弁してくれよ。さすがにあれは俺たちの手には負えないぜ。ジョゼットもそう思うだろ？僕もここまで来た以上いろいろと確かめてみたいかも。まあ昨夜から様子が変だし、用心をした方がいいと思うよ。動力通信も全然入ってこないし。確かに軍やギルドはともかく民間の通信も入らねえってな。お頭、大変だ。動力機関、飛翔機関ともにいきなり停止しまった。なんだと。どうなってるわけ。こりゃまずいな。飛翔機関による反重力フィールド低下、ついでに火事も無反応ときた。ちょっと待て。なんとかならないの。この段階で俺たちにできることは一つしかない。それってこのまま天に召されないよう女神に祈ることくらいかな。うことがあったとはな。まったくご苦労じゃったな。ともあれ、お前さんたちには報酬を渡しておくとしよう。しかしとんでもない事態になってしまったもの。まさかオーブメントが使えなくなってしまったことがこれほどの混乱を呼ぶとはの。日頃どれだけオーブメントの恩恵を受けていたか思い知らされたわ。そうだね。通信、交通、国防、生産ライン、国家機能が麻痺したのと同じだからね。市民にとって心配なのは照明と暖房でしょうね。昨日の夜は随分街が混乱したんじゃないの？ギルド、工房、市長邸に市民が押し寄せて大変じゃった。
何が起こっているのか聞かれてもこちらも答えようがなくての。おかげで寝不足じゃよ。そっか、お疲れ様。例の浮遊都市の件もあるし、かなりまずい状況みたいだな。パニック一歩手前ってところか。まあリベールは治安がいいから暴動の心配はなさそうだが。この状況が長く続けば皆参ってしまうかもしれん。うん、早急に対策を取らなくてはな。でお前さんたち、ラッセル博士から託された起死回生の策というのは何かね。起死回生というほど大げさなものじゃないけど、ラッセル博士が新発明の試作品を提供してくれたんです。これが試作品のゼロ力場発生機じゃ。ゼロ力場発生機？簡単に言うと、ゴスペルが発生させる特殊な波長の動力場。それによる共鳴を相殺する力場を発生する回路というわけじゃ。ちっとも簡単に聞こえないんですけど。それはもしかして、停止現象を阻止できるということですか？結局動力停止現象とは、ゴスペルを通じてオーグメントの動力が吸収されるという現象じゃ。どこへというのが謎じゃったが、ここに至ってようやく明らかになった。あの浮遊都市、輝く輪ということですね。うん、その通りですわい。輝く輪は異次元からゴスペルという穴を通じて動力停止現象を起こしていた。その穴はあまりに小さかったため影響範囲は狭くて済んでいたが、
く輪が解放されたことで、その範囲は一気に広がってしまった。それこそ王国全土を巻き込んでしまうくらいにな。王国全土、それが今回の現象ですか？うん、おそらく王国にあるありとあらゆるオーブメントが動かなくなってしまっているはず。じゃがこのゼロ力場発生器は和の干渉を阻止する働きがある。言い換えればこれのそばにあるオーブメントは問題なく動くということなんじゃ。すごいじゃない。そいつを使えば万事 OK ってわけか。いや、そこまで都合は良くない。まず第一に、この試作品が守れる対象は限られておってな、せいぜい両手で持てる大きさのオーブメントくらいなんじゃ。両手で持てる大きさ、うん、そうなるとかなり限られてきちまうな。第二に、数に限りがあるということじゃ。カシウスに頼まれていたとはいえ16個しか完成できなかった。16個、結構多いと思うんだけど。父さんに頼まれてた？うん、しばらく前にわしのところに来て開発を依頼していったんじゃよ。その時はこんな騒ぎになるとは夢にも思っておらんかったが。そうなんだ。さすが旦那、先の先まで読んでいたわけか。しかしそうなると、その16個の使い方はほぼ決まってしまいますな。ほう、お前さんなかなか鋭いな。どういうこと？混乱の最中で一番重要なのは、何をおいても素早く正確な情報や。結社の連中が現れたとしても、必需品をどこかに運ぶにしても、情報が届かんかったら対処できん。そうなると、各地にある通信機の機能を回復させるために使う、つまりそういうことですね。ビンゴや。そっか、確かに。軍としても動力銃や飛行船が使えなくなったのは致命的だが、司令部や各部隊との連絡が途絶してしまったのも深刻だ。特に王城、ハーケンモン、レイストン要塞の間の連絡は早急に回復しておきたい。ギルドにしてもそれは同じ。支部間の連絡が取れなかったら何か起こっても対処できないわ。うん、依存はないようじゃの。それではユリア隊、王国軍には10個のゼロ力場発生器を渡そう。それだけあればアルセイユ、オート、レイストン要塞、ハーケンモン、各地の関所がカバーできるじゃろう。かたしけない。早速伝令を出して。そして遊撃士協会には6つのゼロ力場発生器を渡そう。各地のギルドにある通信機を回復させられるはずじゃ。うん、わかったわ。
間違いなく届けます。なんと通信機が使えるようになるか。それは助かる。早速そのゼロ力場発生機とやらを試してもらえんかね。オッケー。ピーターお願いできるかな。うん、ちょっと待っててね。新発明だね。いやはや博士には何と礼を言ったらいいものか。ところでラッセル博士はアルセイユに残ったようじゃが、姫殿下やケビン神父はどうしたのかね。あ、その二人なら親衛隊の大使さんたちと一緒に朝一番で王都に向かったわ。クローゼは女王様と、ケビンさんは大司教さんとそれぞれ話し合うつもりみたい。なるほど。王家には王家の、教会には教会の、有事における務めがあるようじゃな。それと王都のギルドにゼロ力場発生機を届けるのはその二人が引き受けてくれました。しばらくしたらこちらにも連絡が入ってくるかもしれません。そうか、助かるわい。ではお前さんたちはこれから残りの3つのギルドを回ってくれるというわけじゃな。うん、そのつもり。本当ならあの浮遊都市を何とかしたいところなんだけど。そうね、すでに結社の連中は乗り込んでいるみたいだし。だが飛行船が使えねえんじゃ手も足も出ねえからな。どうにも歯がゆい状況だぜ。ま、焦っても仕方あるまい。今は自分たちができることを片付けていくしかないだろう。だな。ええ、気合を入れましょう。行くぞ、任せろ。さてと、当然飛行船が使えないから徒歩での旅になるんだけど、ロレント支部とルーアン支部どちらから回った方がいいかな。そうだね、どちらからでも構わないと思う。大変なのはどの地方も同じはずだからね。そっか。ま、こんな状況だ。どちらに行くにせよ各地の様子を確かめながら移動する必要はあるかもな。困ってる連中がいたら力になってやらんとな。うん、そうね。
人が集まって。なるほど、そういうことか。ああ、ふ、冬都市。な、なんて大きさなの。地上から見るとさすがに圧倒されるね。これじゃ一般人が不安になるのも無理はねえな。できることは少ねえが、今こそ俺たち遊撃士の出番だ。状況を少しでも良くして市民を安心させてやろうぜ。うん、そうですね。
けるわ。戦闘終了。先に進もう。
出直してきた。先に進もう。相手が悪かったよ。何か依頼を達成。
ずらせ。負けられないんだ。出直してきた。負けられないんだ。相手が悪かったな。久しぶりです。よかった、無事だったのね。あなたたちが塔に行ってる時に異変が起きたから心配したのよ。うん、危なかったけどなんとか大丈夫だったわ。そっちの方こそ大変だったんじゃない？そうね、さすがに騒ぎは起きたけど大事には至らなかったわ。クラウス市長やデバイン教区長が混乱を収めてくれたのが大きいわね。そっか。それはともかく、
本当によく戻ってきたわね。はい、いろいろと心配をおかけして申し訳ありませんでした。いいのよ、受付にとって遊撃士というのはある意味子供と同じようなもの。まして最初のブレイサー手帳を渡した相手ならなおさらだわ。戻ってくれて本当によかった。アイナさん、よかったね、ヨシア。そうだ、アイナさん、実はいろいろと話しておかなくちゃいけないことがあるんだけど。ええ、あの、詳しい事情を知っているのなら教えてくれるかしら。はい、それでは。そう、あれが輝くわ。想像していたものからはかなり違っていたけれど、いずれにせよ今の私たちがどうこうできる相手ではな。ああ、ムカつくことにな。まずは体勢を立て直すしかねえだろう。ええ、その意味でも通信機が使えるようになるのは助かる。早速その装置を設置してもらえるかしら。ええ、それじゃあ。これで大丈夫です。動いた。これで通信機は使用。ただし先方の通信機が直っていることが前提ですが。助かるわ、本当にありがとう。みんな、この借りはきっと返すわね。もうアイナさんってば水臭いこと言わないでよ。僕たちの仕事にも関わりがあることですから。ま、この調子で残りのギルドの通信機も直していくつもりだが、他に手伝うことあるかい？そうですね、掲示板に出ている仕事は一応チェックしてくれますか？それとロレント近郊で問題が生じていないかどうか。特にリッチが言っている丸賀鉱山は気になります。え、鉱山で何かあったの？いえ、事件ではなく警備の仕事よ。以前の落盤事故で坑道の一部が魔獣の巣とつながったのを覚えてる？数日前に本格的な封鎖工事を始めた矢先だったのよ。そんな時にこの異変が起きたわけが確かに気になりますね。ええ、時間があるならぜひ様子を見てきてちょうだい。うん、了解よ。ティオの家とか鉱山とか人がいそうな場所を回ってみるわ。そうだね、なるべく気をつけておこう。相手が悪かったな。
手ってやつだな。終了、先に進もう。まだ負けられないんだ。これぞ勝利の美酒ってやつ。相手が悪かったな。勝利の美酒ってやつだな。
相手が悪かったな。出直してきた。勝利の美食ってやつだな。
こずらせてくれる。相手が悪かったな。戦闘終了。先に進もう。戦闘終了。戦闘終了。先戦闘終了。先に いつぞやは世話になったね。懐かしいわね。七王石の運搬に来て落盤が起きた時のことだね。確かに懐かしい話だけど、思い出話をしている場合じゃないよ。おっと、そうね。ああ、実はエレベーターが動かなくなっちまってよ。坑道にいる親方たちと交代も坑道では工事をしていたと聞いた。ああ、例の落盤で開いた穴を塞ぐ作業をやってるところだったんだ。骨組みはもう入れちまったけど、地盤を固める処理がまだでよ。例の落盤で開いた穴って、うん、僕らが来た時に魔獣の巣とつながったところだね。おう、そこの穴のことさ。あのあとすぐ親方が葉っぱで埋めちまったんだが、魔獣の巣につながってる物騒な場所だからな。きちんと工事しようって。なるほど。それでリッジさんに警備を要請したんですか。でもそんな工事の最中に停止現象が発生したわけよね。何も起きてないといいけど。やばそうな状況だな。ここは下に降りて状況を確認した方がいいぜ。おお、もちろんそうしてほしいとこだが。でもどうやって下に降りるつもりなんだ。肝心のエレベーターが動かねえんだぜ。そういえばそうだったわね。あれもオーブメントで駆動している機械だからね。他に下に降りる道はないのか。何言ってやがる。あれば俺がとっくに使ってるぜ。おっと。でもだからって諦めるわけにいかないわ。こうしてる間も行員さんは地下で待ってるんだから。そうだね。ここはどうにかしないと。すまねえが知恵を貸してくれ。きっと親方たちも助けを待ってるはずだ。
レベーターの制御キーは挿してある。機能しねえのは動力停止現象の影響だな。ヨシはどうかしたの？ちょっと気づいたことがあってね。気づいたこと？このエレベーターは駆動部を内蔵したタイプですよね。え？あ、ああ、確かにその通りだぜ。そうですか。制御キーの差し込み口はここ。とすれば駆動用のオーブメントはその直下か。何かいい手でも思いついたか？まだ分かりませんが、試す価値はあると思います。ゼロ力場発生器を使えばなんとかなるかもしれません。で、その発生器をどうするつもりなの？まあ、すぐにわかるさ。お、うわあ！この光、あのゴスペルと同じ光だな。大丈夫、動力波が干渉しているだけです。僕の考えが正しければ、これで一時的に動力が戻るはず。動いた？よし、動力が戻った。早く乗って、行くなら今しかない。ああ、お、俺もついていくぜ。おじさん、ダッシュで。効果開始します。多分オーブメントの動力が十分じゃないんだろう。ともかく降りて状況を確認するとしようか。おっと、明かりが用意してあるじゃねえか。静かなもんだ。もしかすると俺たちの考えすぎだ。どうかしましたか？ああ、誰かこっちに来るんだよ。終了、先に進もう。なんとか撃退できた。思ったより手間なかったな。ええ、油断は禁物ですね。おい遊撃士さん、もう出て行っても
大丈夫？あ、うん、大丈夫よ。はあ、ありがとう、助かったよ。君たちのおかげでまた美味しくご飯が食べられるさ。こらバカ、何ゆうちゃんのこと。親方たちはどうした？まずそいつを教えやがれ。うん、とにかく今は状況を把握するのが先決ね。やはり事故が起きたんですか？うん、昨日の工事中に魔獣除けの動力灯が消えちゃってね。仕方ないから工事を中断してここで待機。そしたら今朝現場から魔獣の大群が溢れ出し、僕も危うく食べられちゃうところだ。ちょっと待った、ギルドから警備に来た遊撃士がいたはずでしょ。ああ、そのお兄さんが僕らのために時間を稼いでくれてたんだ。すぐ行動すべきですね。うん、と遊撃士の救助はそれが済んでからの話だ。うん、了解よ。心配だけどそれが私たちの使命だもんね。僕はお腹が減って飛び出してきちゃったけど、きっと親方たちはまだどっかに隠れてるはずだよ。ここには全部で何人いる？あと4人いるはずだ。遊撃士の兄ちゃんを入れれば5人さ。了解したわ、すぐに捜索を始めます。うん、ここに乗り込む前にまずは行員さんを助けよう。まだ全員の無事を確かめてないよ。うん、こっちは魔獣。ここに乗り込む前に、エイドスよ。何ブツブツ言ってやがる。新人深いのは結構だが、感謝を捧げるには早すぎるぞ。今は行こう。確かに来るぜ。
だ。負けられ。よし、撃退。冷や汗もんだったのな。すぐエレベーター前に避難して、魔獣がいる可能性もあるので迅速にお願いします。おお、君たちにも女神のご加護のあらんことを。残された俺が寂しすぎるじゃないかよ。やばい、いけ、やばい、絶対絶命じゃねえか。すぐに助けますか。戦闘終了。先に進もう。死ぬかと思った。なんとかやっつけたわ。ギリギリのタイミングだったね。ほんと間一髪だったな。あれ、もしかして君たち落盤事故で助けてくれたあの。ご名答。もっとも当時の僕らはまだ準優劇士でしたけど。へえ、それじゃあ無事声優劇士になる。そう言われてみるとなんか風格が出てきた気もするね。本当に？なんて和やかに談笑してる場合じゃないわね。やった。そでこれから僕はどうすればいい？すぐエレベーター前に避難してください。魔獣に見つからないよう。それじゃ。一気に結露を開くぞ。はい。
相手が悪かったな。なんとか片付いたみたいだね。大丈夫か、おさん。おお、この程度はかすり傷だ。いや、それにしてもよく駆けつけてくれたな。たまには事故以外で会ってみたいもんだぜ。確かに、なぜかいつも鉱山に来ると緊急事態になっちゃうわね。うん、全くです。でも積もる話は、今は一刻も早く避難。おっと、そうだ、リントさんたちはエレベーター前にいるわ。とりあえずそこまで。お、そういや、お前さんたち支部から警備に来てくれた遊撃士の兄ちゃんだが、あいつはもう避難したのか。あ、リッチさんのこと。いえ、残念ながら僕らもまだ姿を見ていないんです。やっぱりそうか。もし見つからなかったら工事現場に行ってみてくれ。あの兄ちゃんは最後まであそこで時間を稼いでたんだ。うん、わかった。うん、参考にさせてもらおう。さんたちは全て救助できた。となると、あとはリッチか。今まで調べた場所にはどうやらいないようだな。確か親方さんは現場に行けって言ってたわね。リッチさんはそこに一人で残ったって。考えてる場合じゃねえな。手遅れになればいい。その落盤の現場はこの北のはずです。よし、行きましょう。魔獣の巣。これはひ、魔獣の匂いしかしねえぞ。踏み込んだらもう後には引けない。エッセル、装備の確認は大丈夫？大丈夫だ。もう一度しっかり。了解。踏み込んだら、うん、準備。よし、ミッチさん大丈夫ですか？エステルに、ヨシは？なんでこんな場所に。もちろん助太刀に来たのよ。あとは僕たちに任せてください。そうか。でも気をつけて。敵は目の前だけじゃ。いかん、
下がれ。俺が知るか。これはたまげたな。正体はともかく歓迎されてないのは確かだね。そら来るぞ。はっ！
周囲にはもう気配がない。無事蹴りがついたようだな。そうだ、リッチさんは？どうやら疲れて気を失ったみたいだね。とにかく町へ連れて帰ろう。見えないところに傷を負っているかもしれん。うん、そうだね。では行員さんと合流して地上に戻りましょう。を迎えていたかもしれないわね。ああ、俺たちが助かったのはここにいる姉ちゃんたちのおかげさ。前に助けてもらった時は危なっかしく感じたもんだが、今日は落ち着き払ってて別人を見てるみたいだったぜ。そうかな。別にそんなに変わってないと思うけど。謙遜することはねえぞ。こいつは俺が感じた本当の話なんだからな。謙遜というか、エステルの場合本当に気づいてなさそうだけど。違いねえぜ、こいつは単純だからな。褒められてるはずなのになんだか嬉しくないわね。誰しも自分自身の変化には気づきがたいものよ。少しずつ時間をかけて変化していくものだから。ああ、俺は久々だったから気づいたのかもしれねえな。ともかく遊撃士として立派な働きぶりだったぜ。エステルによしは。それにジンさんとアガット、本当によくやってくれたわね。私もギルドの一員としてあなたたちを誇りに思うわ。うん、どういたしまして。これからもよろしくお願いします。まあ使命を果たしたまでさ。これぐらい当然だぜ。さてと、まだきちんと礼もしてないのに悪いが、そろそろ鉱山の方に戻らせてもらうとするぜ。事故があった後とはいえ一応は操業を続けてるんでな。あれ、そうなんだ。ああ、
上層の行動でも十分仕事はできるからな。警備に来てくれた兄ちゃんによろしく言っておいてくれよ。あいつ大丈夫だったのか？ひどくやられてたようだが。ええ、あちこち痛めてるけど、遊撃士にとってはかすり傷よ。もう意識を取り戻して今はホテルで休んでいるわ。そうか、それなら一安心。それじゃこれで失敬するぞ。まったく今日は助かったぜ。親方さんも気をつけてね。お仕事が…おう。さて、これでリッチもあなたたちも今日はよく働いてくれたわ。これからもその調子で活躍をつ…はい。それと今回のことはすでに査定をしてあるわ。支払いを受けたいときは改めて報告を選んでね。うん。Thank you.